マダム、リンゴありがとうございます。ううん。それか、杉山様が鬼会に見えてますが。そう。お前はそろそろ信仰を女にしてやってくれんか。お前は私にとっては息子のようなものだ。お前なら許せる。お前なら私も安心だ。来てたのね。リンゴ買ってきたの。食べる？ええ。あ、私が剥きましょう。そう？え、じゃあお願いしようかしら。お元気そうでよかった。え、前川さんにお金返しに行かれたんでしょう。やっぱりもう知っていたのね。お辛かったでしょう。辛かったわ。でももうそれも終わりよ。二度と会うこともないわ。しかしまだ愛しているんでしょう。愛しているわ。自分でもどうしようもできないくらいに愛してる。どうしてこんなに愛してしまったのかしら。忘れようとすればするほど思い出してしまうの。断ち切りたいのにできないの。捨てさせてよ。じゃあいっそ私を抱いて忘れたいの。あの人忘れさせて。お願い。金を返しに新子のバーに行ったそうだよ。前川さんならそうするだろうと思ってました。ちょろちょろと新子の心をかき乱して、まったく目障りな男だよ。どうぞ。失礼します。わざわざ来てもらってごめんなさいね。どうかなさいましたか。これを見て。お母様にすべて聞いたわ。あなたも知っていたのね。話していただける？あなたが知っていることをすべて。もういいでしょ。おじさまが父親だって私が知ってしまったんだから。わかりました。ワン・タイさんは南城家に預けたあなたのことを心配されて、私を運転手として南城家に送り込んだんです。
5年前でしたよね。まだお父様も生きていらして会社も順調で、あなたは家族に囲まれてとても幸せそうでした。ですがお父様が亡くなられる半年ほど前に会社の方も危なくなってきて、私は暇を出されました。それから前川家に運転手として入ったんです。前川洋将への復讐の機会を狙っていたのね。ええ、ですがそこにあなたが家庭教師として来てしまった。そして前川さんを愛してしまった。全て誤算でした。前川さんは婿養子とはいえ前川貿易商会の社長、あの方が憎む前川家の人間ですからね。低層を降りながら私は何とかして違うわ、あなたの前川さんへの気持ちを止めようとしました。ですがダメでした。止めようとすればするほどあなたは前川さんを愛してしまった。大丈夫ですよ。でもあなたと前川さんが駆け落ちを決意された時、前川さんが前川家を捨てるのであればならばいいと、そう思ったんです。前川家を離れどこかで二人で幸せになれるのであればそれでいいと。ですが軽井沢の別荘であの事件は起き、あの方の復讐にあなたを巻き込んでしまった。この私があなたのせいじゃないわ。あなたは私を守ってくれた、助けようとしてくれたわ。ですが助け出せなかった。あなたも奥様に撃たれたんですもの。無理よ。ですがそのせいであなたは犯人に仕立てられてしまった。この住人、その上彼女が持ち出したんでしょう。前川さんにまで裏切られた。そして2年が経って結局あなたまで復讐の道に巻き込んでしまった。私は今のあなたを見ているのがとても辛いんです。前川さんを愛しているのにそこに行けないあなたを見ているのが。そのことはもう言わないで。私も悲しくなるわ。私が父だと知っていることをおじさまには言わないで。どうしてですか。だって知られたくないから今まで隠してきたんでしょ。わかりました。しかし父親である大さんを気遣ってのこの杉山への頼み事が信子をさらに追い詰めることとなってしまったのでございます。